るで女の子みたい。なんだ、もしかして私に言っているのか。両方よ。ま、僕自身似合わないことは自覚しているけどね。確かに八重垣くんが編み物ができるのは意外だったな。そうですか。ネクラなインドア派女がまずやりそうなことでしょう。以前バスキア教諭にプレゼントをした頃、ものづくりに目覚めたんだよ。そうなの？隠すことないじゃない。今みたいにからかわれるからだよ。お前はどうなんだ、編み物できるのかよ。趣味がなかった私に聞くの？相変わらず嫌味なのね。性分なんでね。ましたが、八代先輩は何を編むつもりなんですか？マフラーに挑戦してみようと思うのだが。それなら間に合うか。いや、手袋とか言われたらなかなかに難易度があるので、初心者には難しいんですよ。あなたも始めたばかりの初心者じゃない。ムカつくことしか言えないのか。マフラーなら教えやすいと思ったんだよ。ほら、でかい体を横にどけろ。それって編みかけのマフラーだよ。こいつで練習といこう。なんというか、ひたすら反復作業なのだね。まっすぐ編んで縫い続けられるから初心者用なんですよ。反復作業が嫌いな人は苦手なのかもですけどね。そうか、先ほどから手ほどきを受けているが、なかなか進まないものだね。これは時間がかかるのではないかな。この毛糸の太さは藍太ですが、この太さの毛糸で長さ140センチくらいのマフラーを編むとなると、1日10センチくらいずつ進めるなら14日くらいかかりますかね。14日、それじゃ間に合わない。なので毛糸の太さで極太を選び、ザクザク編むことにすれば1週間くらいで間に合うかもです。そうか、それならなんとか間に合うか。今回は一目ゴム編みでなくガーター編みにしたのも時間をネックに置いたからです。編み方もいろいろあるのだね。サクサク編むには一目ゴム編みの方がいいですが、ガーター編みは表編みだけでいいから間違いにくい。一目ゴム編みとやらは違うのかい？そっちは表目裏目と交互に編まなくちゃならない。ぼーっとやっていると誤って裏目裏目と編んだりするので、間違った場合のリカバリーが大変なんですよ。ずいぶんと僕のことを考えて選んでくれているんだね。ありがとう、八重垣くん。別に、ただ受けたからにはきちんとやりたいだけですよ。もしかして約束だったのかもしれないな。羨ましい。今度高崎君も教えてもらうといい。
同行の死が増えるのはいいことだ。だろう？え？まあ、教えてほしいって言うなら、教えないではないですけどね。八代先輩はいい人だわ。どうにも二人には当てられるよ。白羽ならこの機会を逃さずに恋バナをしましょうとかいうタイミングですね。恋バナ？ああ、恋愛のお話ね。八代先輩は豊富そうだから高額のため聞いておきたいわね。恋愛話と言ってもね。告白は受けるが付き合ったことはないから高崎くんの高額にはならないだろうね。お付き合いしたことがないんですか？意外です。なかなかタイミングが合わなくてね。そういえば知っているかい、八重垣くん。はい。以前耳にした俗説でね、首にほくろがあるタイプは推しに弱いという。聞いたことはあるかな？以上のことをしているのかな。そういえば以前の白羽さんたちに似た話があるって聞いたわ。へえ、それは。その話題はデリケートなんだよ。もう少し考えて喋る。あ、そうね。それで処置仲間がどうしたって？結局聞くんじゃない。私と同期の転入生、あの中の3人が何でも三角関係だそうよ。三角関係。で、白羽は首を突っ込んでないんだな。似た話があると言っただけでしょ。白羽さんは関係ないわ。三人一組のアミティアか。僕の時は二人組でよかったよ。なぜです？隣でイチャイチャされたらかなわない。実は今もそんな気持ちを抱いている。いただきます。なんだかその味がしないです。そうか。Thank you.
少女漫画の一場面だったな。毒を食らわばっさらまで。話半分だったよ。超ってどれくらい話半分だったんですか？100をマックスとしたら2か3くらいだな。超話半分じゃないですか！しかしこれほど練習しても上達しないとは。何か呪いでもかけられているのかね。でもスポンジは上手に焼けるようになったじゃないですか。あとは生クリームだけだというのにうまくいかないものだな。僕の人生のようだ。大丈夫ですよ。初めて作って上手にできる人なんていません。一歩ずつ着実に上達しています。でもなんで今ショートケーキなんですか？今日はイタリア月間ですよ。それはどうしてですか？弟の誕生日が間近なのだよ。手作りのケーキを送ってやりたくてね。
ちょっとなのでファイトですよ、ユズリハ先輩。うむ、やりすぎないように注意してかき混ぜていこう。振るわないが、スポーツは得意のようだね。特にサッカーは好むようだ。進学もスポーツ推薦を望んでいるそうだよ。へえ、すごいですね。スポーツが得意って、いろいろ試してサッカー一本にしたんですか？夢の中でダビド・ルイスに一緒にプレーしようと説得されたからだと言っていたな。そういうのも理由になるんですね。何を目指すだとか好きになるとかは些細なことさ。生クリームの完成、あとはペストリーバッグに入れてデコレーションするだけだ。イチゴくんが積極的になっていると感じていたの。ユズリハ先輩、だいぶ形になった。イチゴくん、あ、いや、三人にはお礼をしなくてはならないね。お礼ですか？別にそんなつもりじゃ。イチゴね、一つお願いが。